戦国時代、中国、古代中国の戦国時代、中国語、戦国時期、ピン,インザングはシーチは、東州時代、または春秋戦国時代の後半期に区分される時代であり、進むが分裂した紀元前五世紀から旗が中国を統一する紀元前二百二十一年までの期間を指す。七つの大国と、その他の中小国がおよそ二百年にわたって、 工房を繰り広げた。この戦国時代の古障は、前漢期に編纂された歴史書、戦国作から取られている。春秋時代と戦国時代の境目を何時とするかには七つの諸説があり、最も広く採用されているのは、進むが、藩、義、朝の三国に分裂した、紀元前四百五十三年とする説と、その三国が、周王朝から正式に諸侯として認められた。 紀元前403年とする説である。なお、由来元である戦国策は進むの分裂前に発生した紀元前455年のから書き始められている。春秋時代には大小合わせて200以上の国が存在し、相手国を占領しても滅ぼさずに属国とする習わしがあったが、戦国時代が近づくと、そのような慣習もスタれ、 小国は次々と滅ぼされて大国に吸収されていき、七つの大国とわずかな小国を残すのみとなった。弱肉強食の乱世を勝ち残った、旗、聖、祖、義、朝、藩、縁の七カ国は、戦国七尾と称された。進むが、藩、義、朝の三国に分裂して、戦国時代が始まった。 紀元前五世紀の中国大陸では、現在の山東省一帯を治める、西と、長江流域一帯を、勢力圏とする、外、先水省一帯を支配する、旗が、大国として君臨しており、それに次ぐ大国として、河南省北部の、義と、山西省を占める、長があり、さらにそれに次いで、河南省南部の、関東、河北省に広がる、縁があった。この七国は、 戦国なのと称され互いにしのぎを削り合い、中国のパワーバランスを左右していた。それ以外では、長江下流域の古史が中規模の国として存在し、また、宋、帝、英、路、中山その他の小国がそれぞれ大国の周辺で独立を保っていた。すでに権勢を失いさらに二つの派閥領。 中央と西州港に分裂していた中央町と半高市町の分離で大きく没落した、進むも小国の地位に甘んじていた。中国周辺の移民族では、北に、郷土、林湖、老藩、東湖の北敵が存在し、西では西住である義拠が活動しており、南には長江下流域南方の百越といった南蛮がいた。 この時代の異民族の力はそれほど強くなかったので、大規模な侵入が起きることは少なく中国の諸侯は個別に対抗できていた。B.C.445 年に即位した義の文行は、高下の利活と、西門票、陛下の呉れなどの革新的な人材を用いて義の国力を高めた。分裂直後の義、長、官の間では争いが頻発したが、 次第に落ち着いた関係へと変化した。BC406 年に義は中山を滅ぼして甲賀北岸の半島を拡大した。この頃には義、蝶、艦の間で互いに同盟が結ばれていた。BC405 年に聖で内乱が発生し、敗れた側の貴族が蝶に亡命するとそれを追って、西軍が蝶領内に侵入した。義軍は艦軍と共に蝶軍の救援に向かって、 西軍と交戦した。これは大規模な戦役となって2年間続き、義、朝、反連合軍は西軍を本国に押し戻して、西領内に入った、兵員の地で決戦し西軍を破った、三進の戦い。この戦勝で名声を高めた、義、朝、藩の三国は、BC403 年に、中央朝から正式に諸侯国として認められた。 義はその後の10年間を関と連携しながら、祖軍との攻防に費やして、最終的な勝利を収め、また、BC389 年に義の幼地火星に真の大軍が押し寄せてくると、暮れ木の兵法でこれも撃退した、影、進むの戦い。こうして義は、北の大国として名乗りを上げたが、BC396 年に義の文孔が没し,して武孔が即位すると、 クレキなどの人材が去って、それまでの勢いは失われた。b c 3 8 6年になると、長らく生の実験を握っていた重心の電子一族が国主の座を散脱した後に、周王朝から正式な諸行として認められて、ここに電子祭が誕生した。また、義を去った後のクレキは、その痛み王に迎えられて、数々の改革を行い素愛を発展させたが、 BC381 年に、痛み王が死去すると貴族たちの反発がぶり返して、暮れ木は殺され道半ばで頓挫した。BC385 年頃には、儀、蝶、肝の関係が再び疎遠となり、その中で儀は、蔡と同盟し、蝶は、祖と結んだ。BC383 年に、儀に従いつつあった、栄誉蝶が攻めたことで蝶軍と儀軍が、交戦状態となり、 その義を助けて、西軍も蝶へ出兵し、その蝶を助けて祖軍が義の背後を襲った。西軍の働きで栄を囲む蝶軍は退いたが、義軍は蝶と諏愛の連合軍に敗れて、複数の城を奪取されたトゲカバノの戦い。これが義の最初のつまずきとなって、b c 3 8 0年に中山が再興して義から分離した。その後も構想は続き、 BC376 年に、儀が進むの都の城を攻め落として、往年の大国に止めを刺し、BC375 年に、藩が帝を滅ぼして、首都を新帝に移した。BC369 年に、儀の慶王が内乱を制して新しく即位すると、その混乱に乗じた朝と藩が共に兵を挙げて義軍は、多大な出血を強いられた、軸、沢の戦い。 戦勝後の朝と藩は、蝶王朝に介入して、東州君を独立させ、それに脅かされるようになった蝶王は、聖州公を頼ったので、蝶王朝は蝶王を庇護する、聖州公と、東州君が並立する状態となった。その後の朝と藩はそれぞれ東方の際と同盟を結んで味方に、引き込み、また旗も、西方から、 義領を攻めていたので、義は四カ国から包囲される形となり、苦境に陥った。蔡は、BC356 年に即位した、領の優れた知性で国力を伸ばし、義を警戒させていた。BC353 年に、義が朝を攻めると、朝に加勢した蔡軍の軍師、孫貧の作戦で、義軍は敗退し、カツラ領の戦い、続く BC341 年に義と藩が、 交戦した際にも、菅の救援に赴いた西軍の孫品の計略によって義軍は大敗を喫した馬領の戦い。この戦勝で聖は、強国の立場へと躍り出ることになった。BC361 年に即位した旗野高校は、高家の将王を抜擢し、BC356 年から放置を軸にした政治改革を断行して、不国強兵に成功した。 戦力を増した新軍は、義の用地、火星をめぐる30年間の攻防に決着をつけて、b c 3 3 0年に、これを占領した火星の戦い。火災の疾患に衝撃を受けた、義の敬を和首都安ンユーから大張りに移すことを決め、敗戦が打ち続いた義は、北の大国の座から滑り落ちることになった。なお、少し時代を遡った。 b c 3 3 4年に義と彩は共に王号を称していた。彩と旗の圧力が高まるにつれて、義、長、菅の関係は再び落ち着きを取り戻した。また、春秋時代からすでに王を自称していた諏訪イは、b c 3 3 4年に古紙の軍勢を大破して、石膏の戦い長江流域一帯をほぼ手中に収めた。秦と彩の二強時代となる中で、他の諸国は、 西と旗の間で揺れ動き様々な外交戦が繰り広げられた。旗に仕えた獣王家、長義は、義、長藩、祖、縁と、それぞれ五本の同盟を結ぶ、連行策を成功させて、政を孤立させた。BC323 年に、長義が主導する新軍は、義と藩を盾にする形で、勢領へと遠征したが、西軍に撃退された、早急の戦い。 また別の獣王家、祖神が登場し、諸国をまたいで遊説する祖神は、聖、祖、義、蝶、藩、縁の六カ国同盟を立ち上げる合唱策を実現させ今度は旗が孤立した。BC318 年に、聖を除いた五カ国連合軍は旗へと攻め込んだが、清軍の前に敗れた、韓国関の戦い。その後の祖神は、朝と西を行き来しつつもっぱらメに仕えていた。 なおこの辺りの時系列は、四季の記述と異なっている。BC325 年前後に、旗、長、藩、縁、中山の5カ国はそれぞれ王号を称していた。BC320 年には義が、永を俗領とした。BC319 年に即位した、正の仙王は、猛将軍に国政を任せ。 触覚3000人の妙義を生かす猛将軍の優れた生や手腕によって生は大きく発展した。一方、昭王が築いた法治制度のもとで国力を強める旗は BC316 年に破植の地を並行してさらに勢力を拡大していた。BC314 年に縁で内乱が発生し、これを後期と見た生の戦王は軍勢を送って縁を属国とした。 また、B.C.313 年に、真の十王家、蝶義が再び連行策を用いて、政と諏訪を離涌させた上に、挑発と反抗で本堂して蘇軍に通撃を加え、同時に巧名かつ威圧的な迷惑によって、そう束縛した。政の強情ぶりと諏訪の弱体化及び、蝶義の外交構成により、蘇神の合唱同盟は解体させられた。さらに蝶義は、 旗の権威を高めるために、周王朝への介入を検索し、BC307 年に、将軍、菅茂が率いる新軍は、周王朝を講演する義と菅を屈服させた義王の戦い。こうして義と菅も真に従う同盟を余儀なくされた。BC306 年になると、ほぼが解していた古史は、外際に分割された。同じく BC306 年から、 朝のブレオが北方の遊牧民族を参考にした古福記者と称される弓騎兵部隊の編成を進め、これは戦車、馬車を多用する中国諸侯の間で画期的な戦法となり、朝軍の戦力を大いに高めた。強力な軍隊を持った朝は BC296 年に中山を滅ぼして領土を広げた。その直後に発生した内乱の中で、 ブレオーが死に一時国が傾いたが、BC295 年に即位した、ケイブン王の下には、国政面に、平原君と、移送所、軍事面に連覇と、長者などの人材が集まり、蝶は、旗と蔡に次ぐ、中堅国として存在するようになった。蝶儀の連行策で諏訪と不仲になっていた蔡軍は、BC303 年に、ソリオへと侵攻し、危機に陥った、その海王は、 大使横を人質に出して、清軍の来援を仰ぎ無事切り抜けることができた。だが、その後、大使横が、清で騒動を起こして、蘇に逃げ戻ってきたため、この敗信に行き通った旗は、b c 3 0 1年に軍勢を動かし、議軍と、反軍を従えて、蘇を激しく攻め立て、さらに西軍にも侵入されたスワイは、多数の領地を切り取られた、しでさの戦い。 BC300 年に王が即位した際は、最小、王将軍の聖夜の下で流星を極めており、旗に脅かされていた義と漢を味方に引き込むと、際は義官両国と共に大軍を起こして、真に攻め込み、BC296 年に漢古関の要衝を突破して、真に和義を壊せた第二次漢古関の戦い。この戦いで聖は諸国随一の強制を示し、 旗にとっては初めてのつまずきとなった。だが、BC306 年に即位していた、旗の将、女王の下に、将軍、白鬼が登場し、BC293 年に、聖の後押しを受けて、周王朝旗頭とした二都間の連合軍が、サイドシーンに攻め込んでくると、白鬼はこれを撃破して24万の首を取った、威決の戦い。この結果、サイとはの力は拮抗して、 東西の大国を認め合うようになった両国は BC288 年に抵抗、東御門、西御門を共に称した。勢いに乗った正の王は BC286 年にそう占領するなどして周辺諸国への圧力を強めるようになり、それをいさめる猛将君のあまりの名声ぶりを敬遠して彼を国政から退かせた。真に代わって、 諸国を威圧する政への反発が強まる中で、千年の属国化に対する復讐を志していた。円の昭和は、獣王家、祖神、または弟のイケル代の新たな合唱作で、円、蝶、藩、儀、その五カ国による再包囲網を敷くことに成功し、学期を将軍とした五カ国連合軍を築き上げると、b c 二百八十四年に大規模な決戦を挑んで、西軍を敗走させた。 住西の戦い。その後は、燕軍の単独作戦となり、破竹の進撃を続ける楽器が、首都、臨手を落とし、聖の七十条を接見すると、残り二条まで追い詰められた王は家臣に殺害された。だが同時に、燕の小王も制居し、b c 二百七十九年に即位した縁の慶王は、聖の流言作にかかり、最後の白攻めに長引く楽器を疑うようになって、 彼を解任した。陥落寸前の際に登場した将軍、他人へはこの後期をつかみ、即墨城を包囲する援軍に奇襲を用いて、打ち破ると、即墨の戦い、そのまま聖の七十条を奪還して、王の後を継いだ、聖の女王を、首都、臨氏に迎えた。こうして聖は、滅亡を免れることができたが国内は、あれはて大国の地位から転落した。また、 サイと旗が共に称した、帝王も、取り留めとなった。一方、生の没落で、長江下流域の湿地を回復しその北のワイガ方面まで半島を広げたスワイであったが、旗による、発色方面からの侵略を受けて、BC280 年に、長江上流域の勢力圏を失った、圏中の戦い。旗の還元に翻弄されて、生との関係を保護にし、 結局領地を奪われてしまう、スワイの海洋をいさめ続けた、政治家、屈原も将来を憂いて自害するに至った。政が大きく衰退したことで、真の位置強化が進み、旗の将、女王の下で国政を動かす最小、義は将軍、白期に大軍を率いさせて諸国への大攻勢を開始した。白期は、BC278 年に、スワイの首都、 A を陥落させると軍民を合わせて数十万人を殺害した A の戦い。敗走したその頃女王は Y が上流にある鎮に戦とした。また BC273 年には義を攻めて義兵十五万人の首を取り、火曜の戦い。BC264 年にも艦を攻撃して半兵五万人の命を奪った女王の戦い。なお b c 年に 秦の最小が藩書に交代すると、遠行近行の戦略方針へ転換し、隣接する義と官への侵略が激しくなった。秦に押しつぶされつつある諸国の中で、今や秦に次ぐ、第二の軍事力を持つ蝶だけは前線しており、b c 2 7 0年の後物戦いなど、蝶の慶文王を支える連覇、長者、異僧女といった家臣たちの団結力で秦軍の、 信仰を跳ねのけていたが、それぞれがおいて、世代交代した後の BC260 年に発生した戦国記載大規模の合戦で、趙軍は断敗し、白期は蝶兵40万人を殲滅した蝶兵の戦い。趙の兵力をほぼ消滅させた新軍は、翌年の BC259 年に趙の死と簡単を包囲したが、 朝の平原君の援軍要請が功を奏して、義の新良君と諏訪の春臣君がそれぞれ軍勢を率いて救援に駆けつけ、義、祖、朝の連合軍はすでに白旗が解任されていた、新軍の撃退に成功した簡単の戦い。白旗は、蝶兵の戦いの三年後に、最初、藩書との不和から失脚して、自決に追い込まれることになり、 旗の大規模な軍事活動はここで一旦休止した。BC256 年から旗は中国統一を視野に入れて、二つの幅ず領に分裂していた州王朝の配立に取り掛かり、その通り道となる艦を打った後の BC255 年に、青州港を降伏させて、州王を断絶し、BC249 年には、最初、両不医が主導して、 東州軍を滅ぼした。一方、弱体化した朝を狙って、BC251 年に、ツバメ軍が進行を始めたが、朝軍によって撃退された大の戦い。また、真の攻勢から逃れて、東に活路を求めるスワイは、イが下流域へ進出し、BC248 年に、ロを占領した。真の覇権が間近に迫る中で、 人望家であり傭兵家でもある義の新領君は、東大切手の名声を博しており、彼の呼びかけで結成された、義、朝、藩、祖、縁の五カ国連合軍は、BC247 年に、旗に対する最後の大反撃に打って出た。新領君は、甲河中流域で新軍を敗走させると、川外の戦いそのまま新の要衝である、観古石まで突入したが、 第三次観古関の戦いここは突破できずに攻撃は、頓挫して、全軍を撤収させることになった。その三年後に新領軍は死去した。続く BC242 年にも今度は、その春新君が、祖、義、張、藩、縁のカ国連合軍をまとめ上げて、真に攻め込んだが、またも観古関で攻めあぐねて作戦は失敗した。第四次観古関の戦い。逆に、 秦の報復構成で、首都、秦が危なくなったスワイは、徐主義の戦闘を強いられ、失脚した春秦君はその四年後に殺害された。反旗連合軍に二度とも加わらなかったせいには、沿線気分が広がっており、もはや傍観者の立場を決め込むようになっていた。b c 二百四十七年に、後の始皇帝となる、新王政が即位した。王政は、の李氏をして、 放治主義の国家体制を盤石にし、軍事面では、王戦、王本、李信、盲点などで陣容を固め、北方の脅威となりつつあった、強度対策にも当たらせた。また、旗北部の荒れ地に長大な灌漑水路を切り開いて、帝国巨農業生産力を飛躍的に高めた。以降は一定の戦闘は発生しつつも、諸国の勢力図に大きな動きが見られることはなく、旗は、 中国統一の大遠征に向けて、国力と兵力を着々と蓄えていた。中国統一の気が熟したと判断した、波多王星は3つの遠征軍を起こし、BC230 年に関東議に向けた中央軍を進発させ、BC228 年に朝、遠、西に向けた北方軍を派遣し、BC224 年には諏訪に向けた南方軍を出撃させた。 中央軍は、藩軍と義軍を、安々と下して、b c 二百三十年に官を、b c 二百二十五年に、義を滅ぼした。北方軍は、趙の将軍、李牧の巧みな防衛により進撃がままならなかったため、旗は、長宮邸にいた関心に目をつけると賄賂を出して、李牧を残言させ、趙王との不和を煽り、李牧を中殺に追い込んだ。李がいなくなった軍は、 容易に突破され、b c 2 2 8年に趙は滅亡した。次の標的となった縁の大使隊は、旗王政の暗殺を試みて、b c 2 2 7年に、領土活動の死者を装った刺客・経過を旗王政の元に送ったが、経過は、あと一歩のところで失敗した。激怒した旗王政の命令で進撃を早めた新軍は、b c 2 2 6年に、 ツバメ本土を蹂躙し、辺境に散った縁の残党を BC222 年まで追った。南方軍は、その将軍、高ツバメの反撃で逆に押し返されてしまったので、平境の戦い、旗王政は兵を増やし、王政を将軍にした軍勢を再度進行させると、今度は、祖軍の撃破に成功した、の戦い。新軍はそのまま進撃を続け、BC223 年に、 首都、樹春を攻め落としスワイゼンドを平定した。一方、ツバメ山党の駆逐を終えた、北方軍が、PC221 年に進路を変えて、西領内に侵入すると西はすぐに降伏した。こうして、秦による中国統一はなされて、戦国時代は幕を閉じ、それまでの封建諸公連合体とは異なる、中国史上初の中央集権王朝が誕生することになった。 BC220 年に、旗王政は、始皇帝を称した。真による統一が実現できた背景として、進むの分裂による大国の消滅、昭和の国内改革と西川の制圧、柴作の食征服による真の国力強化がもたらした、バランスオブパワー、勢力均衡の崩壊にあったとされる。これに対して、旗以外の六国は、合唱して攻め寄せることもあったものの、 旗と国境を接していなかった。生や縁には旗を滅ぼすメリットがない。反対に、真と接する、国の兄弟化を助けることになるため、迎撃に対する合唱は成立しても追撃に対する合唱は成立させられなかった。旗に、他の六国が対抗できなかった理由として、知性的に、真が守りやすかった。点検説がよく挙げられるものの、実際には、 他の六国の国内改革の遅れや利害関係の対立による影響の方が大きかったと考えられている。戦国時代は優れた学者と思想家が数多く登場した時代としても知られている。当時の学問は市のもとに弟子たちが集まる形で計算内し伝承され、この師匠と門弟からなる学士集団は家と呼ばれた。家はより広い意味をも含み、 同じ詩のルーツを持つ一文を指す場合にも用いられた。互いに共通する思想内詩競技の相関性を持つ家の集合体は竜とされ、これは学派と同義の言葉となった。竜の階層的存在であり、また特に後世への影響を残した詩は、こと称えられた。孔子、老子、創詩、牧詩、盲詩、順詩、反彦こと一体大な思想家の排出は、 諸子と呼ばれ、多種多様な学士集団の賑わいは、百科と、制服された。五漢時代の歴史家半個はこの百科、多数の家という意味を九十十夜に分類した。未知儒家、花、家、花、牧家、名家、恩明家、十王家、農家、造家は九十と呼ばれ、これに、小説家を加えたものは十家と称されている。小説家は、世間の古事伝承を伝える。 いわば報道書館の寄せ集めだったので、竜とはみなされなかった。さらに陛下と仇家の二つが加えられて、春秋戦国時代の学者内し思想家たちは、この十二学派に分類されるのが通例となっている。春秋時代初期には、道の思想家と法の理論家たちが、すでに存在していた。自然哲学、ナチュラルフィロソフィーの一種である、道は、 人間文化の誕生とともに自然発生し、生や哲学、ポリティカルフィロソフィーの一種である法は国家の成立とともに誕生した。国家と軍隊は表裏一体であったので、軍を動かし律するための兵も同時に編み出されていた。春秋時代中期に王公市大部の身分秩序の乱れが顕著になると、その回復と社会の安定を願って、社会哲学、 ソーシャルフィロソフィーの一種である、ジュの教えが生まれた。ジュは、法と反目する部分が多かった。戦国時代に入ると、ジュと反目する部分が多く、マルクス主義との親和性が高い社会哲学の一種で、ある、墨の思想が広まった。また、道をベースにして、神羅版象を解析するための元素論、エリメントルシーを取り入れた、音量の思想体系が形成された。 思想家たちの交流と活動が盛んになるにつれて、相手を説得ないし論破するための弁論、レトリックが磨かれることになり、理屈を組み立てるための論理学、ロジックの一種である、名が誕生した。さらに、名の技術を外交戦略、ディプロマティックストラテジーに応用した、獣王の一派が登場した。戦国時代初期から、実学の探求も進められ、現代の農学、 アグリカルチャーに近い脳と様々な分野の雑学知識、トリビアを収集した雑の関連書物が数多く編纂された。雑には動物植物鉱物天文などを扱う博物学、ナチュラルヒストリー的要素も含まれていた。道と音陽をベースにした錬金術、アルケミー的学問である法義も体系化された。型には いわゆる仙人に関係した知識群であったが、当時における医学と科学も専門にした。世間の出来事や伝承を記した書物も数多く存在し、当時の報道媒体、レポートとも言えるこれらの著述家たちは小説と分類された。彼らの文化活動は戦国時代中期に流星を迎えた。紀元前350年頃に、 聖の種と臨種に大規模な学問書が開設され、そこに集まった機微かの学士と称される思想家たちが日々自説を競い合い学問文化を発展させた古事は百科総名の聖句として知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。